って時間ないで、ね、何や、俺この寝れるんかこれ。お疲れです。お疲れです。お疲れです。明日なんですけど。明日。はい。はい。現場空いてますよね。明日は休みですね。入ってますね。社長と一緒に撮影行くんですけど。社長っす。そう。はい、普段、はい、社長ってなんかドッキリか結構仕掛けてくるじゃないですか。はい。よく撮りますね。じゃなくて、はい、今回ガチで、はい、社長ブチギレさせません。今回社長？うん。ブチギレ。本当のブチギレ。僕まあ入ってさ8年とかさおるじゃないですか。はいはいはい。もう数回しか見たことないけどさ、めっちゃ怖い。怖いんかな。えっ、マジで怖いんかな。あれが星が回ると思う。手出るやつ。そうそうそう、手出るやつ。本当に手出るやつ。もう簡単に言うと、はい、もう僕の現場に社長と撮影しに来る。はい、はい、で、道がわわわわ言って、僕がまあわわわわ言って、うん、社長を本当にブチギレさせる。そうで、ただそれだけ。ただそれだけ。ただそれだけ。そう。やってみましょうか。じゃあ、はい。現場まで行ってみましょうか。はい。明日か。そうですね。じゃあ明日には。明日まで。波動拳。お疲れです。お疲れです。お疲れです。今日は足場の組み立てです。スーパースターの、まあ、YouTube で話題のスーパースターの、うん、あの足場組。全然スーパースターじゃないじゃん、お前ら。はい。もうほぼオワコンレベルじゃん。塗り替え道場チャンネル、オワコンレベルやん。オワコンチャートナンバーワンです。まあ、やりましょうか、じゃあ。はい、行きましょう。組み立てね。はい、組み立て。まあ、さっきお客さん、あのね、これちなみに、まあ、足場、あの、こちゃこちゃ、今日からどのこうのとか、そんなやつらに言ってほしくないとか言ってるけど、さっきからお客さんと出れ仲良しだからね。そうっすね。さっき会って、めっちゃ仲良しだ。お菓子もいただきましたね、うん、なんならもうほっぺにチューしちゃうわ俺後で。You're welcome っつって。You're welcome。 バリバリ日本人ですよね。まあいいか、じゃあやろうか。はいはい。もうでもほぼあれやん、すごいな。でもやっぱな、10時半、俺が来たの10時ぐらい。10時ぐらい。もうほぼ3面組み終わっとんね。ちょっとお前、まあ、もっと映れって。まあいや、ちょっと ベース席取っていいですか。ベース席取映れって。俺も久々だもん、なんか何喋っていいかな。こんなバカみたいな真面目な動画。こんな真面目な足場の動画みたいな。何の興味もない俺。まあまあ真面目じゃないですか。しかも、ドカジャン、ドカジャン忘れちゃったし。なんか今日は組み立て。今日組み立てですね。何、どっちか組んで、裏から組んできたの。裏から全部組んでますね。あ、裏はゲアネだ。裏ゲアス。あいつ、あ、もう死んだ。はい。何時間、8時半から2時間も組めないのか。8時半からで、2時間ぐらいっすね。2時間、1時間半ぐらいですか。もう終わりだ。まあ、まあ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 、僕なんで。あ、僕なんで。まあ、大したことにいいよ。じゃあ、YouTube に関してはですよ。YouTube も仕事もセンスねえよ。センスねえよ。センスの塊。俺だったら1時間終わっとる。センスの塊だと思ってたんですよ。俺だったら1時間終わっとるけど、この間の動画見られたらまずいね。あ、でもゲアも組んどるでね、上ね。これゲアも組んどるでしょ。いつまで撮っとんだお前。いつまで撮っとんだお前、つまらんな、ほんと。もう全員出せんだ、誰の数字伸びねえんだよ、お前ら、ほんと。戦闘能力、俺6万って言ったっけ、なんつった？3万、まあどっちでもいいんだけど。3万っす。まあ3だが、まあそんなことないか、160ぐらいか。僕が確か1万8000ぐらい。お前7ぐらいだよ。僕1万8000ぐらい。7、ハンマー持っとる分7。ハンマーが4。お前さ、寺西君と1違い。もっと早く YouTube ちゃんと撮れって。はい。もっとちゃんとなんか喋れってよ、お前。つまらんな。いや、次もあるんですよ、次も。次なんか、どうでもいいやん。YouTube 撮って、誰でお前ら数字伸びないんだぞ。誰で伸びねえんだぞ、お前ら。いや、まあ、確かに、まあまあまあ。誰で伸びねえんだって、お前らな。伸び悩み。そんなこと考えとるもん、ね。伸び悩みじゃない。悩んですらない。お前も。お前らの悩みみたいな、血だわ。血。血とかすみたいな。血。悩んどるって勘違いすんな。まあ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 。早いかどうかって言ったら別にあれだけど。なんかこう動画がつまんない。なんかお前だってカメラに背向けて撮ってること自体がもうアホやで。俺からしたら。だからダセーって言われる。もう、いえいえ。そう。しゃべれってよ、お前。無視すんなって、お前。あなたに。え？ああ、すいません。
ちょ痛いちょ痛いですって痛いです痛いです痛いじゃねえってはいあれってちょ痛いやってますってさっきからやってますって何いきなり不適されとんの不適されてないですよ別にいや普通にいややってる何もどうもしないです何のことのいや足場組んでるだけです足場組んでるだけですじゃそんなこと知ったけどはい何でいきなりそんな不適されたのいや別に不適されてないです不適されちょ痛いですって不適されたの痛いです何どういうこと何のこといや怒ってないです全然別にもう俺だって一生懸命盛り上げようと思って何でお前やっとんのに何でお前いきなり不適されたいや別に全然不適されてないですよ足場組んどるんですよ不適されてるやんかお前痛いっすってマジちょっと普通に動画が止まっちゃうんですねあ動画が止まっちゃうじゃあ止まるじゃん俺なんでいきなり不適されたのいや不適されてないなんでお前もそんなこと言ったのいや僕も普通に足場組んどるだけでどういうこと別に何も別に怒ってないですし足場組んどんじゃねえよ撮影しとんだからいや撮影もだって来とんだお前らが出てくれって言ってるもんで、ね、来とんだから俺、はい、俺だって仕事あるわじゃあもうそういったらもうちょっと時間ないもんでもう普通に撮りましょうよじゃあ時間ないで、ね、何や俺この俺やめるんかこれはいやめるんかじゃあこのこっちも真剣にやっとんのにいや僕らも結構俺だって真剣にやってきとるや朝から早起きて、はい、じゃあ忙しいよ知らんわいやでだけどお前らも YouTube 撮っとんだろ、はい、いや撮ってますよだろで数字が伸びんで社長出てくださいって呼んどんだろ俺ははいほんでなんでお前俺だってお前に絡んでるの別に冗談でやっとるだけだからいや僕までほんと不適されてないっすって顔が不適されとるなお前いやそこまでチンプラみたいな顔しなかったこのところちょっと僕もそこまで大体ねみたいな数字伸びんのだいや できんすよそんなこと言われたらだって別にだって普通に足場組んでるだけですもんねじゃもういいっすよじゃあ何もういいっすよ行きますよじゃあいややめようじゃないってじゃもういいっすよいいよじゃあ何でもいいってどういうことや帰るんかやめるんかあやめてけやもんやめてけやめてけやめますそうだったらもういいっすよほんとにやめる全員やめるあやめてけやめてけ車乗ってくなよ俺の車いやいいっすよやめろ歩いて帰りますターゲやべえぶつけるやべえすってる怒っとるやばいどうすんのどうしよう現場どうすんのゲラ怒っとるよやばいでしょどうにかしながら俺関係ないでしょ謝りに行く謝るえ、でもこういって謝ったらダメでしょめちゃくちゃ怒っとるよだってめちゃくちゃ怒っとるわちょっと怖かったねちょっとねちょっとビビったねマジで怖かったあれなんか予想と違うみたいな予想と違うちょっとデリプチ切れとったもんね普通に謝るしかないでしょ謝るしかないてってりは無理それてってりやっぱ最初にねあの現場だといかんね仕事マジになるダメだね行こうかてってれーで行く両立ち両立ちどうすどうすねすいません何ごめんなさい、ね、ごめんなさいドッキリですドッキリドッキリですどういうことちょっと席外しといてくれって言って社会保険切っといてくれって言って嘘じゃない本当だマジマジで何どういうことドッキリって何何ドッキリ社長切れさせようってこんなんでも使えるんでしょあんなに俺切れたらあれ使うのあれまあまあまあ、今があるんでまた視聴者に叩かれちゃうじゃなんかおかしいと思ったもんねいきなりこいつなんか切れだし不適されとったじゃんで僕怒ってないですとか言ってねいいよとかなかったんだけど何でいきなりあんな怒ったと思っていや途中で止めなくなっちゃったっすあん、部長ちょドッキリ行き過ぎだろあれドッキリじゃねえやんってじゃあ俺も怒ってるだよお前ら本当のやつですか本当でしょまあ寺西君にやる誰がネタ考えたいや一緒に考えたネタ考えただって班長っすねマジっすね YouTube のちょ、めっちゃずるいってずるいほんとにそれずるいマジでなんで俺だっけ別にいいじゃん2人でもうこういう喋り方がやらせっぽいそうそうそうなんかやらせっぽいこういう喋り方がやらせっぽいわマジで喋り方がやらせっぽい
喋り方がもう寺西存在自体がさやらせっぽい。寺西やらせやん。切れすぎたちょっと俺もう。まあまあまあ、いいよちゃんと。ちょっとあのモザイク入れてきますか。切れ取るところは。マジで切れ取るところは。わーとか切れ取るところは全部モザイク。声だけ攻めてきそう。声だけ。ああ。それか父ちゃんの声に全部変えておいて。もっとやばいっすよ。父ちゃんが切れ取るところ。俺の父ちゃんが切れ取るところ。全部変えておいて。はい。はい。じゃあ、はい、今日ははいちょっと。やりすぎちゃったね、ドッキリ。ドッキリじゃないかも、やっちゃっとるもんね。やっちゃってるわ、ドッキリじゃない。だからこれからちょっと、面白い動画、はい、まあちょこちょこ出るよ、ちょっと出行こうかなって言って、テラチンとか話してるから。やっぱね、スターが出ると、視聴者喜ばんわ。今年から復活らしいです、うん、スター。また、まあ、寺西じゃ無理でしょ。あのみんな寺西くんでも大丈夫と思うんだったらちょっといいね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 の数でアカウントめちゃくちゃ作ってくる。いいねの数でまあ一つ言うけど、あれ毎回撮影するとき1時間ぐらい移動中ずっと説教しとるもんね。こんぐるからちょっと応援しちゃって。ちなみにあのうちの会社入って初めて昨日数見たね。人生初数初めて安い安い5年ぶりやね。寺西くんいいね、本当にいいと思ったら、ね、いいねとねコメントマジでお願いします。お願いします。はい、チャンネル登録もお願いします。お願いします。また見てね。おわすごい、お菓子もあるやん。いっぱいあるな。ありがとうございます。すいません、はいはい、どうぞ。気づかっていただいて、あ、すいません、いいっすか。ちょうど飲みたかったっす。悪いね。あ、いいね。だからお昼さ、よかったら上がって。いや、いいですいいです。いいよ。こんな虫けらどもみたいな、外行くやいいんですよ。こんな虫けらどもみたいな、外で。ほっぺんジューシーですか。いいよ。ほっぺんジューシーですか。私の可愛い思い出だから。いいですか。旦那さんに怒られないですか。旦那さん、いや、いいですか。ほっぺんジューシーですか。いいよ。はいはい。あと。ちょっとあの世から来るのお前何やったの。 Nice to meet you。 うちね、あのもうこれナショナル2階に行ったんだわ。はい、あ、本当ですか。あ、メーカーに頼んで。もちろんもちろん。でもう言いなりないのかも。あ、結構値段も全然違いますよね。もうね、もう同じそういう材料とかでも他、はい、じゃないもん。まあそうですよね。で、あの見積もり見せてくれ言ったけど、だからもう、はい、そんなこと見せればせんって言ったのね。そんなこと見せればせんって言った。そうですよね。何回大した職人が来てないとかありますからね。メーカーでやってる知り合いもおるんですけど。でね、やっぱりメーカーだから、あの直に取り寄せてここに持ってくるから。まあそうですよね。なかなか特にね、もう手物だけだから。うん、であ、まあこういう仕事は塗装専門の会社にね。はい、はい、まあそうですね。建築は建築専門。はい、本当にそうですね。そういうことなんですね。まあいろいろもうやっぱ全然違うもんですから。でこれ7人上で貼った方が良かったかもしれんな。ホッペンチューまでしちゃって上で駒上でこっからしてまだ今日夜僕のこと思い出して寝れんのじゃないですか。もちろんありがとうございます。